はい、2023年9月23日になりましたって、秋もなんかなんだ、なんて言えないの、秋もなんて言えないの、なんかそういうなんか俳句みたいないの、なんかあれ、涼しくなったらね、あの、自由小屋とかね、うさぎとかあれだね、おるわけねえだろ、毎日そんなもんは、お前、うん、まあ、それあれだ、商売に使うんで、そんなこといいわってことでさ、まあ、とりあえず行きましょうってことなんですが、ちょっとステップ探検しそうになった、なんか番組作れそうだったね。なんとかなんかなって、これちょっとあれかな、そろそろあれかな、あの、公式でなんかステップいけるかなと思ったけどさ、まあとりあえず戻ってきたということで、とりあえず行きましょうってことなんですけどさ、まあ、とりあえず、あれ、違う。これ数字出るのなんかあれだね、これ、あの、スカウターみたいななんかね、なんか戦闘能力あれ。まあいいや、そんなこと、どうでもいい、行きましょうってことなんですけどさ、あの、インボイスのサイトってさ、いや、インボイスのサイトというか、あれ、国税局とかなんか、そこら辺の関連のサイトってさ、前も言ったけどさ、なんでサファリじゃないと、あの、ブラウザあれだの。いや、そんなもんで、やり方めんどくさいもんでさ、あの、スマホの方をクローム削除してさ、やったらさ、今、次のレギュさ、見れんぼ。クローム履歴削除してば、履歴っていうか、あれ削除してばってさ、開いとったブラウザ40ぐらいのやつ。もうお気に入りのサイトがどれも見れんくなっとるわ、エクソったれが。連動したらどっからでも見れるっていう、なんか、なんて言うんだろう、そういうあれだったらさ、クソったれが、ほんとに。ブックマークしたらでいいんだろう。いや、あの、どのなんて言うんだろう、端末からでもお前、何やっとるの普段。あれだろう。あの、タクシーの iPhone にアクセスすると、あの、あれだろう、一人出せんようなもの見れるだろう。今日実はでもあれだよね、田島とか強いよね、あの、あれ、ジャンヌより。今日田島ちょっと暴力すぎて、そういうのは、出来的なことだけどさ、これちょっとあの、緊急公募しとんだけどさ、ガスミステルでなんか、冷凍250ぐらい出しとる人だったら、なんか教えてほしいんだけど。余裕かなと思ったからなんかズル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 負けててさ、それであれだってステップ探検隊に行ったんだって、うん、ほんとあれだよ。ビッスルがいっぱいおったもんね。ちょっとこれペイチッと一発いっとかなかった、うん、一発ペイチッといくだけだな、これお互いペイチッといくだけだ。向こうは立場おるでから、立場ターゲットで誰も言うなよ、揃って言うなよ、誰も立場ターゲットで誰も言うなよ、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 立場が立場ターゲットであれ絶対誰も言ってかんぞと、こっちのできたら、あの、あー、でもあれだ、マンタがターゲットる、あのクソったれが。ダメだ、クソったれが、クソったれが。俺もう本当にあのマンタ恐怖症だっとるでね、マジで。だからガスタ使うのやめたんだわ。俺でも先行ったらだからな、これだ。あれだとどんなもんなるだ、引き継いどるか、あれって10倍だから、とりあえず3万いくつとか打てん数字ではない。私いかん、クレコがあるで。ここちょっときついな。お前も使っとるであれだろう。うん、もう1枚用意した。本当にマジであれ、何、あの、ガスタビッセルでなんか本当に買っとる人ちょっとない、いないの。どえらい負けてたんだけど、まずあの、1、2のさ、なんだ、疲変と、なんだ。あれ申し訳ないことしたね。デッキがあれだね。にあれか、どれか行く、どれか合わせよう、どれか合わせよう、どれか合わせようぜ。うん。クレコでいいわ、クレコで合わせよう。あ、使わんかったか。やっぱ、田島がおるもんで、確かに思った。ヒヘの、なんか、メムノンだか、メムノンだか。ヒムノン、ヒメノン。何や、なんか。使ったんだけどさ。まあ、かばえん、かばえん。計算してみて分かったけどさ、何？ここら辺は落としたいね。ヒメノン、ヒムノン、まあいいや、どっちでも。ヒメノンのがいいかなんか。なんで、ヒメって言いたいの？キモいの、お前。うん。
そんなこといいとしてもあれだって風の田島で2人でいいんだよ。ちょっとあかんくない？使わずに勝負してもいいんじゃない？3発だよ全体連撃無理かな。無理だったな。無理だったな。お前嘘ばっかり言っとるわ。まあで姫のでもかわえんならもうあれだね。2枠ダメだよね。3枠もそうだもんね。なんだあれ名前出てこんがや。ウッスじゃないんだなあいつ。ウッスみたいな顔してるやつ。メムノンじゃなくてあんた。ありがとうございました。名前出てこんがや。ちょっと待って。ガスタじゃない。ガスタみたいな名前。イナフだ。何も合ってないか。イナフ。お前、ほんと名前あれだぞ、真面目に。ありがとうございました。頑張って。また。もう一回。ありがとうございました。イナフだ。イナフ田島で、風パレ、引き継ぎパレが。ちょっとこれでどこか。が、8割から、高めあれか確定か8割ぐらいとかか。まあ構えんかね。でそれを数字を計算して知っとるのか知らんのか分からんけどさ、風太郎ってやいのあれ少ないよね。で姫野のあんまかばえなんていうんだろう壁がさできないって。なんでそこで止まったの。うん、でまあ2も3もかばえんし、じゃあなんか引き継いでいくしかねえかな。単品で使ってもダメだもんね。でポジしかないよなって。田島が全属性なら水はカット率低いもんね。うん、そういうこと。今日の初手でも倒すの合わせにくいよね。風の効果力にするとあのあれかガジランガだったか、あの火力低いやつ。あれがだぶ赤いよな。レイフにするとガジランガが少ないんだよな。少ないよな。火力少ないので。それをどうするかってことだね。うん、まあでも本当あれだね。田島とかエンパとかそういうやつ補正かけたらあれだね。クソったれだろうね。いや、ほんで、もうガッサで拾えやもう余裕かな、みたいな。ふん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 ってことは、ふん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 ってなんかあれだもんね。何が悪かったんかな、あれ。初手とかはあれだったでかな。ずっとそれやってたでかな。田島たげるんだよ。誰も言うんだよ。みんな早く回答しろ、早く回答しろっていつもこういう気分なんだよ。早く、もうみんな言うなって何にもって、もう黙っとれってもう。あの、近所のおばちゃんみたい。ちょっともう黙ってなさいよ。丸々くんがさ、いや違うんだって。ちょっともう黙ってなさいよって。昔のなんかあれだね、近所の交番とかだね、あのバイクとかでなんか走っとってさ、あれなんか変なのできやがったの。ちょっと待て、ちょっと何あいつ。水は残しときたいな。クレコに打たれたな。うん、でそれなんか走っとったらさ、あのこれはまるまる待てって言うんだよ。みんながさ、まるまるちゃん今日おらんて、でもまるまるちゃんのせいにしとこっかって、ね、いや何あの短縮そうやって言っとったらあれだな。ちょっと兄貴、ちょっと兄貴ふざけんな、ちょっと待って、そうだよ、ちょっと待って、ふざけんな。クレコかかってる、全体かかってる。ちょっとこれダメだね。ちょっとふざけんな。ちょっとふざけんな。そうだよ。こら、まるまる待てで本当におらんのだわ。本当にいないんだよ。いや、あの、そのまるまるちゃんとバイク乗っとるもんで、まるまるちゃんとバイクの音がするんだけど、わかるでしょ。わかるでしょ。まるまるちゃんとバイクの音がするんだけど、まるまるちゃんがいないから、その、おまわりさんと言っとることは当たっとるわね。あれ、ちょっとなんか触っちゃった。ちょっと待って。
バルバーチャーの言っとることは当たっとる。違う違う違う、おまわりさんの言っとることは当たっとる。あのバイクの音がまるまるちゃんの音だから、うん、ただまるまるちゃんがいないのは事実、うん、そこは嘘ついてない。はい、うん、これ蘇生勝負しに行ってもいいよ、もしあれだったら。おさんでもいいよ。あ、無理だな。ごめん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 。お前嘘ばっかり言っとるわ。お前全体かかると思って言っとるだろう。お前もまるまるちゃんみたいになるぞ。本当そこのあれだもんね。で、私が狙われると。あれも偏見だよね。音でそいつって決めてかよね。お前も、お前もあれだな。そうやって人のせいにしとんだろう。うん、あんま、あの、喋らんときは、黙っとりゃ。そんなこと言え、まるまるちゃんいいとして、ありがとうございましたってことなんですけど。で、何の話しとったんだ？ガスタか？ガスタビッセルか？ガスタ使うと本当になんか砂漠とかマンタでできてさ、ありがとうございましたということで、ありがとうございました。頑張った、またね、ありがとうございました。出てきてさ、ありがとうございましたということで、で、あのいつものパターンで水変ばっかしてきてダンス揃えてくるんだわ。相手にあのポニーがおってもガンガン水変してくるんだわ。 それにも嫌気がさしたもんで変えたんだわ、うん、でガスタ使わんとそういうのいないんだわ。使い出すと場合はあれだな、またそれでなんか人のせいでしょ、どっかの政治家みたいな、うん、まあ何がおかしいなと思って確かにそのパターンをなぞるのあんま好きじゃないけど、逃げ道としてさ、ガスタビスやった時はそんなにこけんだろうなと、めっちゃこけとるから何これと思って、何がガジは打てんってやつだな、ガジが打てんってやつだな。うん、私誰だけやんのこれ、誰どれがターゲ、色いってないやろ、あれ、まあいいわ。あれこれどれだけいっとる、色ないが、あ、熊のタンか。ごめん、線が見えかった。これどれ、線全員いっとるもの、俺でええかと思って今、細めで今見とるんですよ。こうやってなんか、あの何かをなんか覗き見るような感じで、ピーピングトムだもんね。まあでもな、2枠かばえんでやっぱあれなんだろうな、田島57の入って、ちょっと待って、28入るから85とか、852発、17000、18000だってあれだもんね、メムノンだったかメノムだったか崩壊していこうで、姫ノンでもあれだもんね、田島2人だもんね。これちょっと映ったかな。連撃欲しいな。立場落とせるだろう。進化立場はちょっと怖いかなと思ったが、あの補正入っとるで。1500入って2200とかでしょ。ポニーないもんな。立場1900の入って1300ぐらい。いけるだろう。あ、危なかった。1362。兄貴、そしたら風だらけが出てくる。あれ、タジバの後ろにタジバってことだろ。タジバの1個残しとるよね。そうか、普通タジバもあれか、トディじゃあれか、1362だって。ありきありき、No African American person blah 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 elected president in the U.S. until Obama took up the position. Will have been. あれってかかっとるんか？連撃全体だっか、なんかあの剣マーク出とるな、あれ。お腹痛いだ、また。あ、そうだ、サンドイッチ食べてない。あれだろう。あの、ステップ探検隊しそうだったら食べる暇なかったんだろう。うん？綺麗に抜かれたな、本当に。風に弱いんだよね。ここら辺？どっちでもあれだけど。
くよみでやってみようか。つくよみなんか今日強く見えた。あのヴィッセルつくよみ先生の。あれ賢いよなと思って。いやお前に言われたくない。お前に言われてると何でも賢くなるわよ。あれがあるでいいか。何だった？連撃やってさ、何だったって、あ、そのあれつくよみやつ。連撃やってあのヴィッセルかけて後ろつくよみだから、つくよみあの2回攻撃の全体打てるんですよ。強くね？強くね？なんか。よくね？よくね？なんか。つくよみ5000あるから2回の1万。あ、イナフとかかかってない。ありがとうございましたので、1万でしょう。で、全体強くね？なんか、だってその声裏返ったわ。ていうか、最終のカバー受けたです。ありがとうございました。ありがとうございました。また、もう一回。ありがとうございました。あの、あれ、私は何にもこれ、あの、カスタマイズしてないわ、そういえば。まあいいわ、と思って。カスタマイズするよりさ、カスタマイズ、なんか声裏返ったね。あの、いらんの消したい。ありがとうと、ごめんなさいと、いつオッケーだけでいいわ。そんなもんでいいわ。うん。あっても言うこと限られとるで。これ本当にカスタマイズしたらあれだね。切断とかなんかそんなあれだね。もう切るとか。お前本当にクソみたいな根性しとるな。うん、なあ、クソから生まれてるんですよ、本当に。で、今日書店、なんでそうやって話ごまかすの？書店何がいいんだろうね。いやでもお前いいと思ってこれ使ったんじゃないの？そういうわけじゃないけど、なんか使ったらまあなんか結果ついてて、まあいいかなみたいな、うん、一応スキル使ったら悪いじゃないかなって思っちゃったりしちゃったりしちゃったり、どうしてそういうとこだけなんか言うわけなの。耐えるとは思わないけど。お腹減ったか？あ、でもあんた耐えたか。嘘ばっかりとか、耐えるとは思わないし、バリバリあれだが、バリバリ残っとるじゃん。なんでそんなあんた今日元気やわ。いや、いつも元気やわ。あれだろう、警察のあれだろう、1年が切れたりだろう。でもあれだろう、インボイスで苦戦しとったんだろう。あのサイトマジで本当に。そのeTaxのサイト行けばさ、インボイス見れるんだけどさ、あなたずっとあれだろう、あのアクセスしてないもんでさ、で、あのあれだろう、インボイスセンターに電話したんだろう、わざわざ。電話するのあんたコミッションだもんで、すっごいドキドキしながら電話したんだろう。もう告白するみたいに、ポポ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 ポ僕ですけどって。はははは、初めまして。違う。そんなことない？はっとりと申しますけどって。ちゃんと問題解くよ。インボイスの番号ってって。いや、そんなもんあってもなんか効果があるんだからどうでもいいみたいなこと言われてさ。で、今スマホで触ってるっていう。そこの段階では、あの、なんか、なんとか症、なんか忘れた。じゃあ、そのすぐ過ぎ先ですねって、俺下スクロールしたらさ、そこクリックしたらそこにあるんだわ。やっべ、恥ずかしいこと聞いたと思ったけどさ、あ、そうでしたかみたいな。ふーんみたいな感じでさ。わかりにくいサイトでごめんなさいねって。あ、こいつ俺がバカだでわからんなと思ったなと思って、そこであるんだね。あれと思って、ちょっと後押しなかね、ちゃんと、うん。あ、縛ったこと言いましたね。これ穴があったら入りたいなと思って。うん、似たんだな。火に変えていいよ。あ、もう一個あるな。そうだ、火に変えていいな。火に変えていい。ちょっとあれだね。全体かかっとるで、あれだな。よし。よし、こいつだ。うん、まあそういうとこ。あれでマジで本当にさ、あのサファリが悪いって別にあの先生のこと言ってるわけじゃなくてさ、あれやるとなんかクロームの方アクセスしてアクセスできんくなるんですよ。わかります？蘇生落とさなかんね。どっちにしろゴリオールでこれ落とさなかんだが、まあ一緒だが、まあちょっとここらへんちょっとこっちにしとく。どっちにしろあれだ、ちょっと待ってよ。
4人でこう、私の火力はもうここは戦力外通告なんだから、何やの全体ちょっとふざけんなって。ガードみたいなのかかってないで、ちょっとあの蘇生をもう一回からかな。21か。遅延2だってちょっとふざけんな。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 ふざけんな、あのあれ。ちょっとふざけんな、ふざけんな。俺一人で全部落とさないから、ちょっとふざけんなってこれ。ちょっと、ちょっとちょっと。ちょっとちょっと。ちょっと、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 俺、あれ、剣士行くの。ちょっと、こんな無理だって、ちょっと待って、ちょっと待って、はい。ちょ、こんな無理だって、ちょっとふざけんな。ちょっと待って。聞いてないこれ。全体はやめて。全体はいいか、俺一人だで。ちょっとやめて、やめて、やめて、やめて。体力ない、やめて、やめて。いやー、耐えた。ありがとうございました、ということで。よかったか。ちょっと通信ちゃんと見ながらありがとうございました。ありがとうございました。頑張った。またね。ありがとうございました。お腹減ってきたらなんか、ギューって今言ったら、ギューって言ったら、ギューって言ったら。そういえば、まだ萌子ちゃん語録じゃないけどさ、あの、キャンプとかさ、デイキャンプとか、まあそれこそ近所のスーパーとかアイスクリーム買いに行った時にさ、保冷剤って持ってきません？キャンプとか。あの保冷ボックスとかさ、あの100均とかってさ、あのなんだろう、簡易的ななんかああいうなんだろう、プラスチックっていうかなんていうんだろう、発泡スチロールっていうのの保冷ボックスみたいな、ちょっと100円じゃないところに売ってますが、100円と見せかけてなんか300円のするなんか専用の保冷剤とかも売ってますが、でなんだろう、スーパーとかアイスクリーム買いに行った時とかなんか保冷ボックスとか入れたりしません？デイキャンプとか、あんたデイキャンパーですよ、デイキャンパーでしょ、もう今行ってない？うん、まあいいわ、そんなことは。お腹減ったな。で、ちょっと待って。で、そういうの、保冷剤ってさ、溶けたりさ、したらどうやって表現します？保冷剤。溶け取るって言います？水が垂れ取るとか言います？なんて言います？保冷剤。溶けたりしたら。保冷剤あれですが、ああいう保冷ボックスとかクーラーボックスか、中から外のやつ溶けますが。そういう時なんて言います？教えてよ。なんて言う？なんて言う？なんて言います？もんこちゃん、汗かいとるっすね。この感性どうやってあれなんだろうって。うわ、かわいいと思って。ケオンって。うそこけ。まあ他のやつが言ったらこいつ頭おかしいんじゃねって言うと思うだろう。汗かく。まあ確かに汗かくわな。それアイスクリームも氷も汗かくことになるね。なんだあいつ、ちょっと俺、ぼざけんな、お前。ちょっと、ポディったろか。ちょっと、頼むぜ。ちょっと、ちょっと、田島の2発目ポディに飛んでよ。4分の1じゃん。ちょっと、ふざけんなって、これ。俺倒せ、ちょっと、頼む。ポディ、頼む。田島の 2発目ポディに飛んでくれ。汗かくぞ。ちょっと汗かくな、これ。ちょっと。田島の2発目をあっちに飛ばしてよ。そういうチャットないの。あー、よかってない。まあ、しゃあない。何2つふざけんだ。ちょっと待てよ。ふざけんだ。なんで水変えるの？水変えるの？変えてかん。ダメだって。ダメです。ダメ、汗かく、ダメ、そんな打てるわけない、絶対打てるわけない。ダメ、やめて、俺は死にたい、やめて、落として、ダメ、倒せない、どっちにしろ倒せないけど、やめて、ダメだよ、耐えないよ。抜けるけど、ダメだよ、あそこら辺の10倍だよ、水は。絶対、風対水だからすごい分が悪い。耐えたんかな、この計算できたんかな、どうなんだろう。根底火力誰が打った方がいいの？生き残っとるけど私あれ、ちょっと待って、汗かくで、ほんとに萌子ちゃん語録。あとそこタゲらんでいいね。ちょっと今ほんと汗かいてあれじゃないの、そっちからか、合体からかね、今の。たまたま後飛んだであれいいんだよ。で、
私はちょっと待てよ。どっちにしろあれだったで、こっち打っといた方があれか。ここはまあいいだろう、あの初夏のあれが初夏令のとこで等倍になるでってことか。シート、あ、違うな。等倍じゃねえか、お前全体だよ。嘘ばっかり言っとるや。うん、お前もほんとあれだろ、マンタ恐怖症になっとる、なっとる。もうビクビクしとる。あ、ちょっと何この火力。もう無理です。無理です。頼む、頼む、頼む。もう勝負するしかない、俺は。初夏撃った方が悪いんじゃない、もう一発撃てるよ。初夏。大変。きつくない、初夏もう一発撃った方が悪いんじゃないの、九州でだよ。汗かく。汗かいとるって。いや、溶けとるんじゃん、それ、うん。もう一発撃てるよ。足りるか足りんかは別として。違うな。本当に汗かいたな、これは。肌出たね、今。違うね。まあ、初夏があってもあれだったけどな、後ろおるだな、これ使わんかったな。ここら辺合わせてこい。やばいなこれ、もう私があれ押しとるな。そこで、そこで押さんでいいぞ。後ろおるだな、あれだったな、これ。まあ、ここはあれか、痛み分けんけど。私が狙われるだろうな。お酒飲みさん行くかな、私狙うわな、普通はな。いや、だってカウントあれだもんね。ここで買っとけあるの私だけど、絶対そうだよね。で、蘇生の闇をもう一回抜けなあかんってことだ。ここを抜けなあかんのか。お酒飲みさんじゃ耐えんな。まあ、こっちこれだけど。私、意外に体力ないじゃん。お酒飲みさんもあれだもんな。お酒飲みさんがでもあれか。お酒飲みさん、お酒飲みさんしつこいだ、お前。火力はいいよな、これは。ここは足りるで、うん、スキルは押しとんだけど落ちとるんだな、そういうことだな。これデラピンチじゃない、あの落ちてよ、落ちて落ちて、これがピンチだね、これが5人解除しなかんで、あ、終わった。これなり相手のサブなんか、これ新手の嫌がらせ、これが終わった。にゃーだね。みんなにゃーにゃー言っとるね。相手も後味悪いよな。これはダメだな。いや、これ落ちてよ、もう。とっとと。これ、あらせの嫌がらせだな。そこで落ちるんか。なにこれ。ちょっとなにこれ。なにこれ。ちょっと。ちょっとちょっとなにこれ。ちょっと。にゃーだね、これ。ちょっと何これ。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとこういう顔しとこう。ありがとうございました。頑張った。ありがとうございました。ちょっと何や今の。ちょっと読みつく使ったでかんのかな。ちょっと何今ので、なんだあれなあ。多分前から落ちとったんかな。いや、でも答えあれだとか、あと、まあいいわ別に、そんなもの。汗かいてるね。もりこちゃんと汗かきたい。もういいぞ、お前。ふざけんな、お前、ほんとに。人間のクソクソが。あれ撃てんな。ガジュランカー撃てんな。逆に、多分。
ガジ無視した方が多分いい。田島の星さんが2発撃つぞ。ガジの火力は少ないで。うん、ガジ残した方がいいわ。って思った。ちょっと待ってよ。マーケットリサーチしてないだろ、お前そんなの。あと調べると何調べたの？あの、あれか、インボイスか。あと調べるよりも遅いのって、なんか、ね、電話するから直接行った方が早いって思う人でしょ。いや、直接行くのはめんどくさいよ、そんなもん。俺にそんな時間は嘘こけ。今危なかったな、ガジェ。田島誰も言うだよ、みんな言うだよ。黙っとれよ、黙っとれよ。これ2発撃たんで、私こっち行ったるわ、これ行ったるわ、なんか。ちょっとあの、これ、おばきゅう言って漏らしたら嫌なんだわ。だ残数的に、あの、歌舞伎だったら残して、あ、しっかり立ち下げとるな。2回いかんもんな。頼む。あの、おばきゅう言って、おばきゅうってか、ゴロちゃん。うん、いや、りいんだ、あんなもんは。あんなもんってことないけど。あかん。風はダメ。風に吹かれるでダメだ、あれは。あかん、あれは。あかん、あれ、イナフ入っとるで。あかん。あかん、あれは。全体だで。あの、私が耐えても味方で怒らんかったら意味ない。絶対ペシャ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 って抜くもん。あかん、あれは。あ、ダメ。次の部屋で行かなあかんけど、今度歌舞伎があれだな。ちょっとふざけとるだ、あれは。ここは勝負だな。歌舞伎屋の水田でいいね。多分3000いくつしか入らんと。3200、300で、あれが入る。なんだ、どんたく。どんたくじゃねえな、あなた。あれ、どんどか。どんどん入るとどんなもんなの。すぐ計算できんだろう。1200だったか。あー、蘇生使わせたら一緒全体だといかんなー、ということで。これダメじゃん。積みゲーだね。これ積みゲーだな。5000円はだ。押すは押すけど。どっちにしろ結果は一緒だけどな。私がもう最終枠で、これ、倒れたらもう終わりだから、二度と使えんもんね。ランコ2枚か。そうか。私は。こっちにしとこう。水だで同心はあれだな。水は入らん、水を飲んで、どうしてダメージだけ入らんのか。355だったよ、私。355だったか。どっちだった、あれ。水のダメージはあれなんだな。100% だね、これきついな。きついな、100% きついな。きついな、これは。まあ、多分誰か1台は倒すだろうみたいな。そんでもそこまでいけたんだ。そうだよな。生存2人おるから2人が倒せるから、残り1人たちは1人倒せるもんな。あと2だもんな。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。ちょっと暑さできたけど、まあ頑張ろうか。汗かかなかんね。もういいよ、そんなことは。これ何のやつだった？ハバキのやつだったか？あの風いかんで、あれいかんで。でも今日思った、本当に岩間くんとこってさ、一回組んでみたかなんかしたかな、あの風の全体のやつ、
あれ使うのが多分一番まったいんじゃねえかなと思った。本当は向こう私行った方がいいんだけど、雨天で分かったので。あいつっていくつだった？7000ぐらいあるで、私無理だもんな。私が5行った方がいいんだよね、あいつ、お市を。うん、本当は。いや、じゃあ買えやだったら、買えやだったら。Stephen Chen presented a 3D model to the client to show how the proposed building design blah 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 was look, good look. タジバがもうあれだ、落としちゃうんだ。どうしたの、買えやで、ちゃんとちゃんとターゲットしなさい。そんだけ分かっとるんだったら。出てきたな、出てきたけど、俺水があれだな、行くとベチって行かれるやつだな。これはうまい組み合わせだ。いやー、無理なんだわ。ガッサが先行っても無理なんだわ、あれ。ガッサが先行くと、あれに、ポジにペチっていかれるんだわ。行かれる、行かれる。これはもう積みゲーだ。もう上からの力で、立場で殴るしかない。壁で。うん。っていうとこなので、ね。うん。ここはね。なんかこれちょっと何ポジブームになったの。ああいう場合本当はね、何を止まったの。蘇生は止まるし、火力結構あるよってやつでけど、水はいないってやつか。これは止まるでいいんだな。クレコがおるでいいってこと、水引き継いだ場合、クレコとか風のなんだろう、巣箱とか、あそこら辺止めなあかんから、本当あれなんだよ、ウサを使いたいんだけど、ウサのカードを最後に切りたいんですよ、3カウント。で、さ、回して、で、しゃあないで消去で幅切り、そんなこと何も聞いてないよ、お前のことは。水には帰れん。遅延は食らう。これは使わせたい。蘇生は動いとんだな。結構出とんだ。クレコそんなあれだった？なんかあれアップかかっとる？いや、かかっとるんじゃないの、そうだろう。こう2入る誰か。ワンチャン火が入っちゃうってことか。残しとくと水カッターであれか。本当はこっそり5をタゲった方が多分良かったような気もするような、しないような。火ってこれあれじゃねえか、あれなかったか。47分、サンドイッチがあるんだけど。いや、聞いてない、そんなこと。ありがとうございました。でもね、対戦でも人生でもそうだけど、やっぱりなんだろう、仕事でも商売でもさ、学校とかでさ、ありがとうございました。よし、ありがとうございました。苦戦した方が面白い。やっぱ商売では失敗してさ、借金作ってさ、借金はあんたしんよね。金借りるの。いや、親から言われたの。金は借りるなって。貸してくれんねん、多分。借りるよな。何を言っとんの。で、今やっぱあれだよね。苦労した方が面白いよ。そんなことないっす。そんなことない。性格変なんだよ。あんたドエブダブで。そう。実はね。
ド M なんだけどさ、あの本当に殴られたらさ、言ったよなお前、なんで殴るんだって多分怒るんだよ。いやそうだよ、そうだよ、殴られたら怒るんだよ、うん、そう意外とね、言ってたなりするなって。そういえば知り合いって言った方がいいかな、連れって言った方がいいかな、ある人がおってさ、まあそういうようなとこ行ってさ、お尻叩くの好きなんですよ。スパンキングっていうの俗に言う。お前の周りおかしいやつ多いな、貧乳好きなやつ。ああなんかあれだな、人間のクズばっか多いや。うん、うん、うん、でまあそういうとこ行くと、あのお尻叩くんですよ。で、ある人はあるやつ指名したらさ、叩いたらさ、ちょっとあんた何するの、あなたにはあなたに私には夢があるけど、あなたには夢がないってすごい説教垂れられたって言ったよ。でその人の名前は伏せとくわ。マルマルさんって言うんですよ。マルマルさん何、結局最後までしたのって。うん、したって。さすがだなと思って。バカでしょ。サッカーのね、なんだかな、ドログバっていうのっていうのになんか似とるってさ、その写真見してまったんだけどさ、似とるのはまあいいんだわ、それは。1個そうだな、1個、2個そうだな、1個な1個、あのサッカーのそのドログバっていうのやけどさ、写真見たけどさ、あその似とるのはまあいいんだけどさ、問題なのさ、それを指名したってことなんだわ。わかります、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 わかります。あのなんだろう、行き当たりばったりで行ってやるわけじゃないよ、完全そこでなんか僕、あ、指名だったのかな、そっちは問題くらい。お尻叩くのもまああれだと思う。まあ、あれ、あれ、その人の席なんだろうね、多分。で、ちょっと3なんだな、これ。あの、あれ。どちらしろ、63はきつくねえか。うん、63はきついと思う。ここ落としたいで。まあ俺はそう思ったよ。あの叩こうが叩く前が説教される前が、まあそこはいいとしてさ、そっちの問題だよなと思って。これをあの人は、そのまるまるさんという人は言ったんだなと思って。3カウントでございますね。ここら辺までいかなかんだな、先生とこまでたどり着かなかんだな。日に変わっても変わらんっていうのが辛いな、これな、当倍だで。これでここあれか、いいだり。あんたの周りおかしい人多いね。前喋ったかな、喋ってないから。貧乳好きな人多ってさ、あの東海三県からさ、わざわざ大阪か関西から方までさ、そうだい。デリーなのかな。おう、までわざわざ何、大阪かなんかの方まで行ってさ。で、まあ、あの、したらしいわ。ちょっと待って、したらしいわ。ここら辺か。したらしいや、それはいいんだ。そしたら終わった後さ、あの、連れになんかドヤ電話かけてきたらしくてさ、2、3、ダメだな、3か、もう1人。
My girlfriend gave me a tie, but it was not to my blah blah blah. Taste, waste, taste, taste. サウワイカ。もともと体力ないでだ。3400だよ。幽霊3で足りるでだ。ありがとうございました。常にわざわざなんか電話してきてさ、どっかそのなんかゲームボーイじゃないけど、なんか DS かなんかありがとうございました。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。なんかやっとドヤ電話をなんかしてきたらしい。終わった後にわざわざもうやることがないとかだねって。頭おかしくね。愛知県からそんなあれだよ。大阪かなんかの方まで一人で行ったんだよ。お前だってどっか一人で行くだろう。で何？貧乳だよ。あれだよ、京都様だよあれ。風変すんだよ。で大阪まで行って風変しに行ったんだよ。お前の周りほんと変なやつばっかおるな、うん、もうそれ以上喋らん方がいいぞ。お前のボール、お前が一番変なんだろ。そんなこと、俺正常だよ。ノーマルだもん。アブがつくんだろ。もうちゃんと対戦しろよ、ほんとに。さっきから。もう55分だぞ、後がないぞ、お前。バリバリやっとるって。まあ、これは言っとくか。合わせるんだったらこれを合わせてない方あそこ行ってもよかったよね。あのレイクへ打てるで、うまく飛んだね流れが。それで私これ行こうか。私が行った方がいいな。オバキューじゃないけどオバがつくとみんなオバキューだね。例えば明日オバキューだね。その布石？明日の礼儀本当あれだぞ。あれクローム本当にあれインボイスのせいでお前あの俺のスマホから大事なサイトが全部消えとるんだれな。ちょっとふざけんだよ。次一応引いとこうか。何スポーツアナリストが consider Allen Jordan to be the blah 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 skill player in NBA history? More close. So, highly. ブックマークしたらでよかったか。あれさ、あんまり大きい公園園サーフィン。しとるとさ、新しいサイトとかなんかさ見つけたりさするとさ、ちょっと何時間が経つとか早いけど、あもう気づいた夜もう外真っ暗じゃんみたいな。一応押しといたろ。なるんですよ。もう なんて言うんだろう、なんか宝物見つけたみたいにさ。あの日本語以外のとことかなんかさ、お前そういうとこ行ってなんか変なもん拾ってきてお前らのビットコインなんか全部持ってかれんじゃねえよ。なんかうわちょっとハックされちゃったって。一回なんかあの海外かなんかの iPhone 検索サイトかなんかかな、それで多分私なんかやられた覚えある。これちょっと火力ないで、これだね。まあ、ポジのくせにあれだね、勇者はね、あの、あの中行く、いや、男は残数だもん。うん、迷ったら残数だね。ナイス、田島。いや、お前の力じゃねえぞ。これあれだね。決めたいね。なんでこんな音殺意あふれる遅延ばっかなりだろ。57分あと1000いけるかな。なんかもうあれ金太郎マンみたいに出てくるな遅延が。これおかしくねえか。正しくはないけど止められるけどちょっとあれだね。まあどっちにしろ変えられるじゃない。打っといてもあれだけど、親父狩りに会うね。身ぐるみ剥がれされるで、ね。久しぶりに聞く言葉。あんたなんか時代もう古くない？新しいこと、今のことなんか知っとる？芸能界のこと何も知らんしよ。もう知らん。知らん。あの、情報源があれだな。あの、
半径数メートル以内の人たちとあのお宿の会食とかそういうのぐらいしかないな。ありがとうございました。連れとかなんかとかあったりとかなんか飯とかどんだその時になんかすごい嫌で世間のこといろんなこと知るで、ね、ありがとうございました。頑張ったもう一回よし、ありがとうございました。いやまだ念像、まだ念像ファイト、あと1回というかあと1回、はい、閉店間際の流れ込みだね。レディあれおせんかと、でもあれ閉店は6の間際はろくなことないよ。トランプのカードみたいに2択シュッて出されるもんね。両方ジョーカーだもんね、引くとねあれだもんねどっち引いてもあれだもんね、あの振り込み牌だねどっち引いても財産権が待っとるんで。あマロカシャの2メアルカマロカだったか、狙っとるな。マロが2だったらレランス俺なら引ける、それぐらいの確率俺ならあいけた、さすが俺。違うだろう、え違うだろう、6球だね。私がこれ言った方がいいか。本当あれだな、パイセー落としたいじゃん。パイセーなんかあれだな、俺あれだな、なんか俺恨まれとんかな。違うよ、そんな残数いいだって。まあでもあんた恨まれることあるでしょ。ないの？警察は？この前あれだろ、どっかで追っかけられたんだろう。追っかけられたっていうか。だって俺の先からなんかううういって曲がってくるとそんなちびっちゃうわ、そんな押し込まれ俺になっちゃうわ。イラフはそこあれじゃないですかね。ちょっと待って、モアプレゼント、モア当たった。モアプレゼント、そう、一発じゃ足りるだわ、あれかかっとるで。ただ残数、あいい、残数落としたらいい、オッケー。お前自分の都合でのいいから全部いいって言うな。イエス、タカスクリニック。そういえば昔さ、私、あの、タカスクリニック確か私あれやったことあるよ。あるよ、なんか。ちょっとイケメンになって、なんか韓流かなんかだって、あの韓国のなんかアガシかなんか行ってこうかなって。結局そういうとこ行くんか。お前の野望クズだな。あれそういえば水カット引き継いとったんだな。ちょっとこれペチって行かしたいな、これ。ペチと生かして残したいね、うまく。ペチと。ああ、ペチじゃなくてバシッといかれたね。これでちょっとそこずっと残数これ残っとんすけど、ちょっと。あ、そっち一人でいいか。これこっちどうなっとんだ、一人は落ちとんだ、あれだけど。クレイこのあれもあるんだな、ちょっとあれ残っとんだ、ユキちゃんあかんで。ここはもうあのいただからダメだよ。ちょっとなんかめっちゃダメじゃん、何よあれ、なんかおかしくない、あれバグってないこれ。短縮してあれか。使った後にするこれ。3。使ってばあれか。まあいいよ、使っとこう。これどっちがあれかな。操作やるでやめた方がいいかなと思ったけど。ちょっとなんかあの短縮なんかすごいダメージ出てたんだけど、なんか。これでパレはなんとかあれか。もう一個ぐらいパレとかでいけんとか。ちょっと待ってよ。支援入っとるな。
自チームのあんたのターゲットだからターゲットかあれ分かっとる。さすが先生もあれだな、そこの用意っておるな。1時3分もうあれダメじゃん。2こんであれか、左打てたら嬉しいけど。いいけど。サーバーの流れ玉が左通ってくれたら最高なんだけど。そこまではダメだったか。そうか。しょうがないな。お前おかしなことばっかり言ってるんだわ。途中からなんかあのザースの展開、なんか田島とかイヤリ展開あれじゃなかった？あれぐらいでしたけど。最後あれだったかな、あの釜打つ釜方があれだったかな、残した方が、うん、かな。まあ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張った、頑張った。もう一回。よし。神回。まあいいや、終わるところで。ということで、まあちょっとこれぐらいにしといたら、お前いらんことばっか喋っとるんだよって。よくねえな。すごくよくねえな。ちょっと待って、あの、熱くなってきた。あ、まあまああれだよ、あのブツブツ言っとるとあれだよ、あの家のもんからあれだぞ、苦情が来るぞ、まあ、そんなこと言わないことでさ、あんたの声よく響く、うるさいと思って、まるまるちゃん、何言ってる今日まるまるちゃんおらんてお前バカだな、まあいいや、ということで、あれでも今対戦やっとんじゃない、2組やっとロルビー行ってくれんからもういいわということで、まあこんな感じよくないでございましたということで、で上から行こうか。今日だけどマジでさ、あのガッサーレこれ作っただけ、あの田島が大変かなって、無理か、2500が 70% 無理か、あのダメージ出とったら無理か、無理だよな、これ作っただけ、うん、普通にガッサー入れやいいんじゃないかなと思ってさ、これも作っただけかな、この何メムノンか、ヒムノンがまあ大変大変、本当にこれ火にしても田島、普通の風の田島、あれ2人なんですよ、田島なんか2人ってことないよね、3人用にゴロッとるよね、無理だな、2は本当に拾えん、一番拾えん理由はあれなんですよ、風太郎っていうの、これなんて言うの、本当に漢字あんた本当あれだもんね、私といえばさ、よしおっていう字、善って書いて、善人の善って私みたいな人の善って書いてさ、で夫のおって書くの、あのその善っていう字、よしっていう字が書けんのですよ、わかる、わかる、風慎太郎でいいの、風神太郎、お前何にもあれだろう、風太郎って言ったろう、風太郎って言ったり風神とか言ったりするの、風神ってやったの、お前あれだろう、スマホの時あの風って書いてわからんもんで、神ってあるだろう、お前のが自動変換してくれんだろう、お前のスマホもあれだな、お前の頭と一緒だあれだな、おかしいなということで、まあいいんですけどさ、これがいないもんでさ、その壁役がいないっていうの、ペチってさせれんっていうの、ペチってさせれん、まあ、というよりも田島で上から殴られるもんで、普通にだって5007の288って85でしょう、85の2回っていうジャンヌより強いじゃん、補正ジャンヌみたいな感じじゃん、それは無理だわな、うん、でずっと個室一切やってたんだろう、うん、いつか良くならんかなと思って全然良くならんかった、ほっとりガッサやるとば、まあ、ほっとラディボカも全部美声されてさ、まあ、人のせいばっかりしとるわ、うん、最後の知恵はあれ、蘇生しとったらなんか知恵あれだ、遅延かなとか、なんかあんまあれでよくわかんねえなみたいな感じで、
ビッセル使っても4のところ、はばきとか折ったりすると、田島にかけやあれだけど、その後って田島の後ろって別に水出てくるわけじゃないじゃん。正攻法で稲譜、田島、ほにゃららみたいな、シレーナじゃなくて多分あれだろうね、あの風の方がいいだろうな。もしくはあれか、諏訪湖にクレコあたり。田島かけとんだったらあれ、風の方が多分強いかなと思う、あの火力的に。っていうのがめちゃめちゃ多くないもんね、生成みたいなやつが。それがちょっとなんか抜けんかったりして、なんかスキルターン的に。っていうと、1,2,3 を諦めて、4,5 でなんかそういう歌弾き要素を作らなダメなんかなってずっと探し出したのかな。サンコガッサがなんかうまくいかん。ガッサ蘇生はまあいいんだけど、その水辺とかあろうがなかろうがまあいいんだけど、ガッサは多分あった方がいいと思う、3に関しては。ないよりは絶対あった方がいいと思う。多分後ろに C 様食うとしたらずれるで嫌だけどな。ずれるで嫌だけど、大概おるわな。作るわな、やるわな、どんな条件でもセルフ蘇生とかなんかあれだわな、ガッサホニャララなんかおるわな、絶対に、そんなもんでポニー引き継ぎ何かにした、で勝負しに行くしかないかなって、4,5 で勝負、4,5 で勝負は火力高いもんな、裸のまま受けなかんから、4,5 で受けると4が捨てになりすぎるっていうの、引き継ぐカバーを使うと弱いすは火力が当たり前だけど、そこので落とせんところがクレコいてくれやいけ、その他力本願じゃあれだもんね。うん、でもこんなもやってみたけど、いつもそんなにガッサビッセルとかガッサなんとかとかパレンケなんとかとかビッセルかけるやつはそこまでひどくならなくて、めちゃくちゃひどかったよ。5割なかったもんね。いや本当あれだよ、ステップ探検であってもうすぐあれだよ、猛獣に出会いそうだったもんね。なんかもう、あやばかったよ本当に。ヒヌでできそうだったもんね。まあいいや、もうそんなことは。で、いやなんか月の実がちょっとブームなんかなと思って、違うだろ、先生が使ったんだろう、強そうに見えた子だってとね、田島、進化田島の方、ビッセル、月の実おおな、あでもそうだな、全体では縦2回か2回攻撃いって、ビッセルの全体かかるから月の実とかあれだもんね、これ4500の2回、9000の5人、まあ1万ぐらい、1万の5万ぐらい飛ばせる、強いよね、弱くないよね、かなって見とって、つくよみあれなんだよな、これ引き継いだ時に純粋に1万5000しかないじゃん。水だらけだといいわね、あの耐久あるもん、耐久とかあの HP あるもんで、10万のあるもんで化け物だよね、もうお手上げだよね。クレコったらダメなんですよ、これ。まあ、カバキでもクレコダメだけどね。本当はだから、ウサ使いたいんですよね。海ウサか。でも、そのカード切っちゃうと、強力なカバーが最終枠で使えば、3ターンで切りたいんですよ。4ターンじゃダメ。3ターン。カウント3じゃないとダメ。で、切りたい。で、継続じゃない。だからさ、だから4枠を捨てたのかな。まああれだな、ステップ探検隊から戻ったでちょっとは良かったんじゃないのって自分に言い聞かせてということで、はばきのがいいんじゃねえかなと思う。つくよめこう4できるんか、こいつでもマジで60%だ、ちょっとあれだよね、チート臭くなるだろうな、性能的に。そうだな、デンで一番出しちゃいかんっていうのがこの、この辺のあれだね、防御のカット率高いやつだよね、とかばう継続カバー、まあ、その防御系だろうね、本当に。はばきタイプはマジで慎重だろうな、これ。難しいと思うわ。火力タイプはどうでもいいわ。HP 高いだけだね。だからカット入らんから。これだってカット率、例えば高いやつとか出て 60% とか出たりしたらさ、あの 60% だと大体3カウントですが。問題なのが、あの引き継いで最終枠とか使えることで、それがタッチ悪いんですよ。最終枠の3カウントって遅延から一般的に食らいにくい、食らいにくいですが、5度に。親父はもう交通事故だと諦めるしかないよね。親父でも3はきついね。でそうすると何か引き継いでできたりとか使えますが、もうこれで言うと弾引き継いで、その新しい電の 60% カットとか使えたりとかするから、それはただカバーが純粋に強いのはもうあれだもんね。それはコストが多分比例しはそこまであれだと思う。ゼネコンみたいな感じでめちゃくちゃ脅威にはならんと思う。
でもコスト90とかでどんなもん、カット95。あ、でもあれか、カウントごとの相場によるか。3とか私逆に耐えすぎん方がいいと思う。適度に落ちた方がいい。うん、あの半端に残ってあの残素揃えるよりは、あの仲間1人2人でもいいから一緒にポコッと落ちた方が私は理想かなと思ってる。変に高くなるよりは、うん、でもそういう高いやつ逆にあれなんだよね、あの4幕に使えるね、遅延の時とかのカウントでポジ引き継ぎそれとか、例えばゼネコンは回る3万5000とか4万ぐらいのやつが出たら4幕で使えるもんね。遅延の可能性低くて、例えば海うさの代わりに使えるよね、4万ぐらいのやつが出たらコスト高くても、そこでかなりの確率で何だって、それ4万ぐらいだったら海うさと変わらんじゃん。であいつ入引き継ぎは 35% 上がりますが、あれ確か HP 高い方があれじゃなかった、カット率かけていくと上がらんかな、ちょっと忘れちゃった。まあいいわ、そういう使い方できるから逆にあれかな、その本当慎重かなと思う。そんなことはいいわして、うん、なんかちょっとつくよめブームかなと思ってやってみたけど、つくよめ弱点そこだな、これ引き継ぎで使えんとは言わん、乾きのが向いとるかな、水がいない時のこうペチもらいにカニ、何がカニだ、うん、なんかあの最初の方あの玉エヴァンジェとかにやられたもんでさ、うん、じゃあ玉使えへんかって使ったらちょうどスキルカウントバッチリじゃん、セルフ蘇生さした後あそこの4カウントってシーサムドンピシャだもんね、シーサムと後ろのあの高山先生もいらっしゃいだもんね、はい来たくねって来たね、はい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 待ってましたよって、そんな遅いの使っちゃってって、はい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 ってなっちゃうもんね、うん、セルフ蘇生もそうだな、ほんとガッサなんか俺嫌だ、あの水変誘発するで、もうあれなんかほんとノイローゼになりそう、もうちょっとうつ病になる、嘘になるわけねえよお前そんなもん、うんうん、まあこれはもう一回やって、あのあスキルカウントバッチリでやめた、でこれを使い出した。初手は意味ない、なんか適当に選んで、まあ本当は落としたいかなと思ったけど、初手のなんかあれだもんね、あのガジランカに合わせるとあかんのよね、あのレイフしかないんだけど、ガジの率は非常に低いんだよね。でここら辺なんだろう、この宮古シャンカに合わせるのは風の効果力なので、デンはおらんわな、デンおったって別にあれだもん、レイフで倒せること怖ないもんな、うん、あデンってあれだよ、あの最初の無料ガチャで出た、いらんもんに限って出やがるんだなと思って、そっと装甲入れといた、スッとあのスッとあのストックしといた、うん、今回の夜のやつでも全部使えんくてマジで、まあ、そのことは後で喋ろうか、3ヶ月あれだよな、これその間に何買収引けるから、要はサブスク入れってことだけど違うの、遠回しにあのちょっとサブスク入ってくれると僕たちのちょっと運営さんのなんか懐潤って、なんかクリスマスとかいろんなとこ遊びに行けるかなって、正月ちょっと海外とかなんか行ってなんかヤッホイできるかなって、そうだね、大阪まであれだね、ヒンドゥの旅とかできるもんね、お前のバカな爪じゃねえよということで、そのことは意図して、うん、これが要はさ、まあいいわ、真面目な話になるけどさ、コスト余っとるとかいいんじゃないの、妖魔国にさ、海さ入れたらさ、次何入れる、遅延率とか考えると、体力高いやつは入れたいかなと思う、あの、食らったにしても。2カウントじゃ勝負しに行け、パレン系で悪くはないよ。けど、クレコにやられるもん。クレコ、ハバキやってクレコにやられるじゃん。だから海さが適任なんですよね。海さはクレコにやられるもん。その代わりカウント1だから 60% 引き付かずに、あの最後の1枚の3カウントで切れるカバウの高いやつ切ったら次の後ろ何入れるっていう話なんですよ。遅延行く？遅延行っても5の2、4の2難しいよな。5の2 4絶対耐えるって言って5の2入れる、怪しいよ、4怪しいよ、耐えるかどうかカウント的に。だったら初手あれだな、宮古使って買おうなっていうとこなんですよね、戦い的に。ね、まあ、今度いいわと思って。もう一枚ウミウサぐらいのカード欲しいね。35% はあるから。ただ、アンパイ広げじゃないけど、幅木の 60% プラスさせたいかなと、ここら辺で言うと。落ちた時のために。
かなーって。田島使ってくれれば使ってくれるほどいいんですけどね。なんか途中からあれだもんね、サンバくんとこに田島おって、普通の田島おったよね、あれ。弱くはないでな、普通に強いでな、サンバくんに当たって、うん、まあ、あとは火力考えもんね、まあ、でも結果的じゃないけど、やった中でこれぐらいだったかな。わらをもすがう思いにあれだろう、適当にやってて勝ったやつに頼るしかなかったんだろう。かえってまた負けてったらあれだもんな、ステップ探検隊行かなかんもんね、うん、本当にマングースでできそうだったで、うん、面白くないよということで、まあ、このあなたいかにも組みそう、いかにもでも今日出そうじゃない。 1,2 は別としてガスサビスする、ゆうこちゃんって強くねえんだよな、なんかな。ガッサーが勝って、まあ、ビッセル発動できたりして、ユーコシャン知恵もらわんかったりしても、なんかあれなんだよな。4のところの結局幅木の塊とかそこら辺のところが脅せんかったりする。それから 5の継続カバーとかされた時とかのやつがもう脅せんかったりする。ってことは4と5脅せんってことは4と5でカバーを作った方がいいんじゃねえかなって思い出したっていうのがきっかけかな。1,2 はもう何遍やっても無理だった。 1は B よ、2はこれ、あれで引っかかったことない。引っかかってもあの田島の火力であの上から殴られる、本当に。三和君とこも確かバレンケかなんか一回やってみたかな。無理だな、まあ、計算して分かったもんな。イナフ田島で8割ぐらい削られるのか、それはあかんわな、うん、まあ、じゃあ諦めようって、蘇生だよなと思ったんだけど、蘇生もな、なんかその後ろが遅延なのか全体なのか、おー、うまくなんかあれかなーってかな、うん、まあ、うまくいかんかったということで、もうそれ以上なんかあのよくわからん、5はどうなんかなと思って一回やってみたけど、なんか普通にあれだな、遅延食らったかな、遅延食らったんだかな、遅延食らった後に発動できたんかな。右と左どう思います？初手の立場弱点あれなんだよな、本当にあのガジが落とせん、ひまじりの抗体力が落とせ、そこだね、ガチだね、それかなと思って。落としに行くよりなんかダリア使って落とせるとこ探して味方守った方がなんかあれなんかなって。だって右の構成も真ん中の構成もどっちみちかばうかばれて、最後蘇生じゃないけど耐久要素入れとって全体とか入れとるわけじゃないから、最後残ってもなんとかなるわね。っていうか残った方がいいよね、カウント遅いんだったら、5置いとるんだったら。カバーのなんて言うんだろう、耐久値高いやつ切っていこうとするとこんな感じになっちゃうかな。こうミューサと何かって考えた。これよりなんか60%ばらまいて自分がなんか倒れてもワンチャンじゃないけど、まあ味方がなんか耐えてくれんかなって、他力本が甘いみたいな。継続ターンにはあとだな、考え方難しいよな。1ターンのカバーで失敗した時のためとか、なんでそうやってあれだろう、なんかチャレンジャー挑戦しろみたいなの言っとるくせに、なんか失敗したことばっか考えとるの、なんか弱気なのか強気なのかよくわからんね、うん、僕もよくわかりませんということで、うん、まあ良くなかったということで、で終わり、あれ消えとるね。火力とかなんかやったんですよ確か。待って組まさせて、とね、やったんすよ私も、だからそこから出してきたもん。待って、で明日いくつだった、あなたの自慢のあのクロームで見なかんよ。さっきやったらなんか接続できんとかあれ、田島すらおらんがどこ行った、あおった、こいつじゃない、これだ、これそこから出してきたもん。どうしたんかな、どうしたんだろう、こんな風にして最後遅延食らったんじゃないのか。継続ターンにはなんかあれかなと思ったら、蘇生にすかされて最後何継続切れた頃になんか耐久が出てきて、そんで遅延食らってなんか終わったんじゃなかったかな。やっぱ火力ダメなんかなみたいな、確かやったよ、うん、で消したんじゃない。絶対今日みたいな田島のなんか構成じゃないけど、これ見るとさって言っとる間に明日のレギュ探そうとするでしょ、うん、探そうとしとる。マジで本当にちょっと俺の iPhone Chrome がもうあれだが、なんか明日188なんかあれだね、暗証番号みたいなね。まあ
いや、そんなことはいいわ。面白くないことばっかり言って。うん、で、まあ、こんなもんやったけどということで、明日ね、あなた、秘密だったか。エジプト秘密、188。うん、これもちょっとあの倉庫入れとく。あれ、ちょっと待って。まあいいよ。で、188。まあ考えそうなやつだな、なんかな。ひっちりでボコってされるんじゃないの、こんなもうオーバーキューなんか。みんな色変えるだろうな。うん、あのカードは2で切りたいかなって。うん。行って、まあ全体し、あの蘇生して全体って、全体飛ぶの難しいよね。うん。なんかどうしてもイタチ入れちゃう。入れちゃった。うん。スッて入れちゃった。余ったコストでしょって考えた。まあいいだろうみたいな。明日誰倒さなあかんの、誰で倒せないでしょ。あ、読みつくもおるんか。あ、こいつらおるんか。ウニでいいっていう話はあるけどな、秘密だったら。うん、ただ問題、そのコストが避けるかどうかな。ウニが一番またいだろうね、うん、秘密に関しては。火あれかな、あいつ使ってくるかな、みやこちゃん。まあいいわ、とりあえずこうしといて。うん、リスボンも視野に入れつつ、まあ、こんな風にしといて、サーバー君のとこちょっとどうやれかなって。遅延絶好だし、何もかもクラブね、おまけは。それでも補正アルバムあれだと思うけど、確かにいくつだった、3万ぐらいあったのか。あいつニュー入れるより2枠に吸血さんあった方があれかなって。吸血さんマジできついな。あ、明日あれか、なんだ今回のやつ、ちょっと待ってよ。これじゃない、これか、これが来るか。これ2枠使ってもあれじゃない。でも対目的の2でこれ使ったらなんか後ろよくわかんねえと思って、40だったらこれ5出して私ウーマ使ったことかなと思ったけど、うん、吸血さんの方がいいかなと思った。でもこれで吸血さん縦抜けるもんね。3000の4500か、2人か、2人でもあれなんだな、きついんだな。なんかパワーアップみたいなやつないと分かんないね。初手のでも下げづらい、まあでもあんまりだろうな。はっきり言って今回は全部いらんと思っとる。まあそれは後でということで。うん、でまあとりあえずこんなん組みまして、188だったので。まあ期待はしてないけどさ、これ、仮説としてね、if 説みたいなこと言うけどさ、味方に5枠に、例えばアンツが出てくるとこに水が1人いたとします。芋煮で全体かけます。5回攻撃できます。相手が5人いると前提として、でこれあなた4回でしょ。このやついらんなと思って倉庫入れとったんだけどさ、4回攻撃できますってことは縦だわ。ってことは5×4、20回できるってことね。20発打てるよこのターンだけ。そしたらもうあれじゃない、コーラとかウーマンとかなんかあれじゃない、コーラ5体ぐらい倒せるわけねえだろ。そんなもん20発打てるよ。初夏20発打ったらあれが8万か。少ねえな。8万、10万か。5000ぐらいだもんね。あ、そんなもんか。まあでもコーラは一応あれか。視野には見える。やっととかかけるっていうとこ？っていうのはどうかなって。あんま強くないかなと思うんだけど、だって43あるんだったら2足して、何、ウーマン使ってその前に10いくつでなんか水の壁でも置いた方が多分いいんじゃねえかなと思う。これだともう何、100発100中で落としてくれんと困るもんね。うん、ただ感覚的にどんなもんかなって。あんま期待はしてない。うん、ダメだったら倉庫入れとこう。うん、またもう、カビが入るまで倉庫入れとこう。いつぞやかに先生使ってたの見とったやつ。読んで3の2遅延やる。そしてクレコとかあそこら辺が動かんから裸でもかばいやすいっていう構造。うん、確かその日他の方含めてそんなになんていうの、伸びが何著しいわけじゃなかったり、先生だけこんな感じで結構伸びとって、パクったのかなと思った。よう対面で当たったりあれば、なんかあれだろ、あこいつは俺の、あこいつ俺のやつやりやがったなみたいな風になるから、ちょっと勘弁しといたらかなと思って、じーって指加えてみとった。美味しそうなデッキだなと思って、うーんと思って、
どっかでやろうと思って。あと、ギラダの大仏、うん。一番遅延される。一番お前だからそこで火使うでだって。火マジで使うでだって。明日なんか絶好だよね。おばきゅう引っかかるし、残った何、吸血も引っかかるし、ウラドだったか、あれも引っかかるし、色変さえなかったら。だから風変入れるか。まあ、秘密のさんは風変あれだもんね。うん、こんな、そう。クレコ飛べやなんとかなるだろう。クレコと、クレコだっか、ここで言うと。うん、どうかなって。こんな感じの方が何かいいかな。だってこれ180のあと 4あるで21枚使えるけど、14かなんかで、あいつ弱いかもしれんけど、マッキー、キー80かとか5倍か。あり得るときは大概運は止まらんか。クレコがあれでもあれか。アップ系かかったあれか。パイセンとかなんか火アップかかったあれか。クレコ来られるとドボンか。パイセンに、あとあれか。レイティッシュか。あたりか。レイティッシュ 2.5? パイセン 1.3? わかんねえ。そのあたり来られるときついととか。うん。じゃあ火じゃなくて他の色止めなあかんじゃん。うん。まあこんな。どうかなって。壁作った方がなんかいいかなと思うけど、まあ一応考えてみましたけど、んでこんなやつ。吸血は多分使った方が、三幕で切ってもあれかなと思う。ただ2カウントあれだって1間に合わんか。あいつが、あんたの大好きなクソったり野郎が来たら。お化け威力あるとどうかなって。秘密っていつももう三幕すごい迷う。威力あるかどうか。火はさすがに明日あれだな。狙われやすいから買いにくいな。風に変えるしかないな。これ風に変えても吸血残したら本当にあれだり、吸血本当に血吸われるね。これ血吸うたろかになるね本当に。一番を風で倒すのはマジできついじゃん本当に。そんな歌舞伎とかそんなことやってかなかも、ね。うん、まあこんな感じのやつの考えました。ああそうだね、お風呂セット。どこの風呂行くの、最近もう喋れないよ。やってみようかなって考えて、コスト的にむしろ無理と、なんか一発強力なやつ4に置くよりバタヤラで 85% ばらまいた方が得かなって。そこで失敗してもウーマンおるしみたいな。あと17あるから初手終わりかアップする。57何にもおらんかった。落とした方がいいかなと思って。都とか使うより。お前の女みたいに飛んだよ、うん、かなってでした。コスト余りがちょっと気に入らない。今日なんかコストだだ余りだわ、うん、こんなやつ。ああ、そうだな。クレコ止めるのほんとこういう風しか方法ないんですよ。カット系の高いやつ引き継いで、で耐久高いやつ、ボスとかみたいなやつ送ったやつ、ルールとか思ったよ。60だで別に使える。幅機も入るし、もうちょい工夫できるわね。つくよみ入れるとあれか、水以外食らうからあれか、ルルだとあれか、ルルだと確かこれ、火がね、4万だからあれだな、クレコでも足りるけど、足りんけど、プラスアルファで何かやられるかな、状況による、ルルの方がいい時もあるし、こっちの方がいい時もあるし、こんなあたりだよな、耐久的にいくと、で、まあこんな風も考え、風呂遊びも、3の風呂はどうかなと思うけどね。激しく風変化されたりしそうだけど。かな。まあこんな感じで行ってみましょうということで。まあ、で、こんな感じにしたということなんですけどさ。まずゆるの方から行こうか。これ全部使えんくなさそうに見えません？これもとりあえず1個引いたんですけどさ。3ヶ月なんか罠みたいだね。3ヶ月だったらみんななんか集まるけど、これ使えんでしょ、激しく。いらんでしょ。だって初手使ってもレイフターするし、スキルなんかあれだよ。全員3回を2ターン？いや、別にいいだろ。まあ、75コスト余った時に風とかでしゃーねーで初手使うかとか。3人専用機じゃない？だから。そんなあれだろうなって。これなんか皮を引き継いでても52の9000とかの体力だったら他に
スクヨミとか使った方がカット率上がるやつあるから、引き継ぎで使い真面目にね使ってくってわけないし、なんかな、38の火力64あるから確かに落としてって耐久あってワンチャンみたいな使い方できるけど、でもこんなんが出てくるの考えたらみんなレイフ使うんだってレイフで落とせるんだもんね。それだよね、まあそういう風にしたるから逆にあれだね、救いはあるだろうね。レイフで落とせんかったらもうあれだろうね、嫌気さされるだろうね、うん、っていうことで私はいらんと思っとるということで、次はこれずっと思ってたけど、スキルターン発動が2なんだね、1だと思ってた私。ネポムの代わりになると思って、ちょっと何これすごくねと思ったんで、違ったなと思って。難しいな、強力専用機だね。とするとこの中が出るとあれだろうね、絶対3面水アップとかないだろうね、水じゃないだろうね、敵風だら、風だとあれか、ラックかけやすいで、火にするか、火だとあれだもんね、あのなんだ福引き1の名前でこんがやつ、また顔が出とるミジャグ、一番なんかあの凸が、まあ、優先的にされなさそうだあれとか、だからそうだな、協力のなんかあれだな、継続引き継いでっていうような使い方かな。水アップか、だってこんなんおったら水の3ターンとかもみんな風変える、もともと風変えるから蘇生もあるし余計変えちゃうわ。うん、まあでもそれ引き継いで後ろ落としていくって、でもだって次も風かいちゃうっていう風になっちゃうよね。ちょっとそういうとこ誰かなと、だからステがこんな感じなんだね、めちゃめちゃ突出しないんだろうね、協力専用機っぽいよね。で持っとるなら今日の4枠とかあれかなと思ったけど、あの田島引き継いでこれにしてって25の1段42で補正入って6000とか7000ぐらい2回攻撃、まあ先生使ってたらいいじゃないけど、なんかフンコロディーっていう例ある、そうだね、火に変える、変えるんだったら最終だよな、あれ耐久作った方がいいだろうな、うん、まあ、3枠でこれ風で使う、3話でもあれだもんな、あのクソマンタが本当にあれに実現されるところでバッティングしちゃうもんね、3枠の被害はやりにくいよね。明らか、あでも今日1回か2回あったよ、明らかに耐えるっていうところでうまく被害してガスあおったけど、ウェイと言ってたけど、いやこれ火のが逆にいいんじゃねえと思ったけど、さすがだなと思って見とった、これじゃなかったけどね、うん、あった。でもそういうシーンもあれだもんね、水のが一般的にあれだろうな、ほんと三枠の水編なんかはちょっと滅びてほしいかなと思ったんだけど、ガスは使うのやべえや、うん、だからやめた。ということでこれも微妙くね、さらに言うと今日なんか補正かかっても初手台シーンもんね、せいぜい使えるならこれ補正かかった初手台じゃない、3、7、2、6、6、3でしょ、3とかなるでしょう、9とかか。でも火水、じゃあ火風の効果力で9000いくつだったら視野に入るもんな、47だったら50出してイタチで勝負するよな、勝負する私、初手落とした方がいいと思ったもん、うん、あの残素数取りやすいから耐えるより、まあ微妙ということ で弱くはないけどさ、3700は別に倒せんあれじゃないでしょ、で水の2枠でしょ、それは分かるよ、その火力上げてって倒せるってのは分かるよ、コスト80はあれだな、これ使う場面とこう水で使う、でも水で使って2と3落としてなんか楽しいことあるんかなと思う、落としてても遅延でいく、だとそだってだったら4なんかもあれだもん、あの蘇生一応おるじゃん、3だったら風蘇生あるわけだから激しく合わんよ、これで落として何田島かなんかかける、かけとるんだからもうこれ歌舞伎じゃないよな、後ろタウロスとかそのあたりな、連撃系だよね、かけていって次後ろ何シレーナとかでいく、でもこれ次のターン2ターンまでだからシリエナのところから続かんし、そう対戦で勝ち負けを意識するっていうレベルだ、レベルっていうかどういうレベルなのかあれだけど、で要は火力系だから多分役に立たんと思う、見た目は強いですよ確かに、火力もあるし、うん、コスト80は重いけどな、どう考えても補正かかっても相当すごい耐久じゃないもんな、これ火力枠だもんな、
3人専用機、あそこらへんいいねとか、あいつガリサとかを面倒見ながらっていこうで落としていくっていう作戦、どっちでも落とせるよみたいな。ちょっとあれだよな、あんたよく当たったね、まあ、日頃の行いがいいね、だからステップ、あれステップ探検隊になったんだろう、そういう時に当たる、で限って当たるんだって。でもう一個、これもやっぱ初手台とかだよね。スキルは確かに誘導できるって言われるけど、これ使う場合右とかがあれだよね、一番右の方とかが押したり押さんかったりとか、うまくなんか相手のタゲ見て調整させたいよね。でもそんな使いこなせる人だったら、っていうか使わんだろうな、これ使うか。だって別に36の25で61補正入って9000、だって40だったらタケルで倒せるでしょ、9000だったら。じゃタケルでいいじゃん、倒した方がいいだろ絶対。こんなもん200でせいぜい使うとか、そんなぐらいの耐久要素でスキル押さずに自分とこ攻撃で飛んでこんように、明日とか吸血が守ってくれるから。でも明日のコストで40使って後ろの方でなんか耐える構成って火力作って補正入れてて難しいよね。だから微妙じゃないのっていうことで、まあそんなんかなってことなんかさ。でお菓子工事はまあいい、これさ、通常月別対戦福引き、これ結構甘くなったと思いません？っていうのがさ、通常は普通じゃんこれあるけどさ、月別があれか、あれが要はさ、今までだとさ、お前に言われんでも分かるわってことなんですけど、これ協力、これがさ、なんだろう、これとこれが別だったのか、これとじゃあそう、これが別枠だったのか、違う、待って、要は今月のなんだガチャと、違うこれか、フラワーパレードかっていう、協力の限定のやつ、これが別になったから、なんだろう、通常のここのなんだろう、今でやっとるチョコ100のガチャか、あれか別で引けるっていうところは今までより良くなったのか、だから結構優しくなったんじゃねえかなと思うんですけど、どう思います？協力の方を無料ガチャの方を引いた時に確か月別が被験区だったんかな、どっちかだから選択したら、通常はそのままだね、これがあれなんだね、これと協力がだから、協力がセットっていう考え方なんだろうね。先行ガチャがどこに来るんだろう、先行通常行っちゃうんかな、やっぱり。でもこれ月の引けるだけでもあれじゃないの、協力集まってない人はあれだけど、協力集まってる人こっち引いてってんで、こっちで今の旬じゃないけどのガチャ引いていけばあれだもんね、無料ガチャだけでも。これは甘くなったんじゃないかなと思うけど、別に今回のなんだろう、月読みじゃねえよ、なんだあいつ引かせのやつ、漢字の読み方からもあれでもなんて排出率めっちゃなんか悪いっていう作りじゃないから、まああれなんじゃないかな、どっちみちあれなの、使えるじゃないでいいよねって思ったんですけど、どう思います？協力やらない人とかでもだってこっちであれだもんね、期間まで引いてきゃそこそこはまああれじゃないの、一体は都もらえるし、かなって、別になっただけでも。協力引きたいっていう人は別だけどな。っていうとこかな、それぐらいあれかな。かな。一個だけ、あとあれか、別にないか。ないか。このあれだね、対戦のスキオートスキルはさすがに避けたかな。色変とか私まず使わんでいいけど、短縮とかほとんど使わん人だからいいけど、チャットの配置がさ、これ外せるといいかなと思ったんですよ。例えばここの画面で言うとさ、私言うとレディーとソーリーとサンクスだけでいいかな。
他のいらないやつを外したいかな。入れ替えるんじゃなくて、入れ替えるんじゃなくて外したい。だから何も触ってないめんどくさかったね。移動させなきゃから結局これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 にないとダメだったからね。ちょっとやめたんかな。なんかちょっと触ってみてぐらいかな。あと1個これ私さ、何でも愛ばっかおんの。このお菓子さ、一番右上のピオのやつ、あれしかやってないんですよ。75ありますが、75やりますが、そしたら30分経ってからまたやるんですよ。それ3回3セット、1日3セットやったんですよ。で200個作るから、要はここなんて言うんだろう、それ以外のお菓子を作ってほしくないんですよ。いや育てる余裕ないもんだって。だってこれ例えばこうやってやりますよ。いやだってこんだけだもん。あのシュークエじゃないけど、それの進化よりモアイ、あのレッドラインのモアイ使っただけ でこれが溜まってくの嫌なんですよ。他のお菓子が、うん、向こうもそうやってやってるんですよ。それが嫌かなって。てかお菓子を作ってほしくない。これ例えばさ、一問さ、例えば両方減っちゃいますが、減ってほしくないかなって。いやあの溜まってほしくないから、うん、これだけでいいかなって。あー、見ちゃった。お前バカだな。アホお前。あげちゃった。ちょっとこれやめよう。あげちゃった。っていうことぐらいかな。いらんことやってまだな。それぐらいかな。思っとるとは。かな。そんなんぐらいですかね。うん。それぐらいかな。お菓子とあれだけ増えてほしくないかなぐらいかな。どこぐらいか。まあでもガチャがなんだろう、これ協力とこのこれこの月別のところかにこの協力の方が入って、通常と別になったから、通常の今やっとる方のなんだこれ電ガチャと協力のある方が別で引けるっていうのは逆にあるじゃないの。良くなったあれじゃないですか。今後どういうラインナップになってくるか分からんけど、あ分からんな。次協力になったらどうなんだろう、一緒になるのかな。月別ででも4つ分かれてるとか分かれてるんだよね。ただこれ協力か月別どっちか引くとダメなんですよね。私無料でやってハマったもん。うん、うーんと思って、あなんかいつもの感じでさ、いつもの感じだとこのガチャの方行かずにさ、こういうとこ行きますが、私こうやって行くんかな。並びで行ってこうやって行って、でこれ引いて、でこうやって行くんかって行くかなってやっとんですけど、それぐらいかな。うん、まあ終わりましょうか。そんな感じでね、もうハマったね。良くないね。うん、まあよかったら、あの探検隊行かんで、でも探検してきたかったらなんかね、うん、まあよくわからんかったってことで、まあ、そんな感じで終わりましょうでございます。サンドイッチあるもんね、うん、こんな時間食べたらあれだよ。まあまあそういうのってことで、まあ、夜はこれからだぜってことで、もういい、終わろ。何もお家も何もない、うん、漫画は、あ漫画ってやさ、あれ Kindle とかさ、漫画一括コードとか貸してさ、持ってないやつとかなんか買うとさ、あれ何十冊とか一気にダウンロードしてきやがって、数万円ぐらい請求されて、なんかクソタレモードになるで、一括で買ったら買うんだあれね。例えばその漫画読もうと思って、最初の方は読んだことあるから、十何巻から読みたいとか言って、そこら辺から読んだりして、まあいいやこれちょっとあの1日1冊しか読まないけど買っとこうみたいな、そうで1から全部だからダウンロードさせてやがってさ、んちょっとえっ What? ちょっとPlease stop じゃないけどさ、ああこれってひょっとして全部請求されてまんえんみたいな。まあいいんだけど、一括だとあれなんだね。一から全部。だからあれだね。こち亀とかなんか100冊とかあるやつ買うとえらいことなんだね。で、400円の100でやるか。400円じゃない今ね。今漫画って結構するよね。800円ぐらいするやつがあるね。800円だったらあれか。800で8万円か。そうか。そうか。そうかそうか。だね。そうか。まあ、ちょっとあれだね。
あなたもうあれだね、請求アマゾンしかないでしょ、うん、ずーっとダーッと並んでアマゾン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 ってアマゾンアマゾンって途中でなんかなんとか観光の場合にそんなことないよってことで、まあ、もうこれ以上何も落ちもないです、まあ、終わりましょうってことで、はい、お腹も減りましたし、ね、本当に終わりでございますので、入ってくるそんな感じで終わり。